ダンディーケーキ。ダンディーケーキは、イギリススコットランド地方のダンディーで生まれたフルーツケーキ。オレンジの皮や特産のマーマレードが入り、上にアーモンドが飾られているのが特徴。焼いた後の保存性が良い。イギリスの伝統的なフルーツケーキのバリエーションであるが、その中では比較的あっさりとした味である。そのため、キーラー社の考案したレシピは、スコットランド全土に広まり、さらには、イギリス各地から海外にも受け入れられている。クリスマスケーキに使うところもある。EU の原産地名称保護制度に登録手続き中である。プリテクテッドフードネーム、ズンデーケーク。ダンディーケーキは、ダンディーのケーキ職人によって生み出された。ダンディーの職人は、スコットランドの周辺の町に広がるより、大きなケーキ職人の集まりに属しており、またそのグループの歴史は、古い同盟の時代まで遡ることができる。このケーキを考案したのは、ダンディー名産である、ダンディーマーマレード製造会社のキーラー社である。このケーキはもともとは、サルタナケーキとして生み出され、キーラー社のオリジナルのレシピでは、セビリアオレンジ、スペイン産アーモンド、スペイン産サルタナが用いられていた。このようなレシピになったのは、単純にこれらの材料が手に入れやすかったからである。近くにあるダンディー港は、ヨーロッパの都市への交易ハブとして働く活発な貿易の窓口であり、特にスペインからはアーモンドとオレンジが運ばれてきていたのである。また、ダンディーケーキに特徴的なアーモンドを丸ごと使って放射状に並べるトッピングもキーラー社が考案したものである。ダンディーケーキの最も古い記録は18世紀まで遡る。後のキーラー社創業者のジャネット・キーラーは、お菓子や乾燥フルーツ、ケーキの輸出入、販売を行っていた。父から店を引き継いだジャネットは、セビリアオレンジを用いたマーマレードを開発して、大成功を収め、製品の大量生産を始めていた。それまでのマーマレードは、スライスされた分厚い皮を用いていたが、このマーマレードは、皮が細かく刻まれており、より簡単に塗って伸ばすことができた。彼女の子孫は、このマーマレードに関するビジネスを、1870年代まで、どの他社にも脅かされることなく独占した。そしてその間、キーラー社は、様々な菓子、保存食品、ケーキ生産に関するビジネスを展開していった。会社は二人の娘アグネスと、ジャネット、ついで最も若い長男ジェームズに継がれた。ジェームズの死後、その妻のマーガレットが会社の経営を引き継ぎ、元の店を売り払って市街地に新たな工場及び新たな店を建設した。この工場は例年、昨年収穫されたオレンジを年の初めにマーマレードに加工していた。残りの時期には皮の砂糖漬けなどその他の製品を作っていた。1800年代の中頃以降に工場は特製のキーラーケーキを作って売ることで、この繁忙期と閑散期の波を埋める季節によらない製品を開発しようとしていた。このケーキが今のダンディーケーキの元となったものである。主な材料は、生地用が小麦粉、ブラウンシュガー、バター、卵及びベーキングパウダー。加える果実類として、オレンジピール、カラント、サルタナ種のレーズン、刻んだ、サクランボ砂糖漬け、マーマレード、アーモンド粉など。他に飾り用にいったアーモンド。生地はパウンドケーキと同じくシュガーバッター法を使ったバターケーキである。バターとブラウンシュガーを練ってクリーム状にし、卵を少しずつ加えて気泡ができるように混ぜる。小麦粉とベーキングパウダー、果実類を加えて小麦粉のグルテンの粘りが出ないようさっくりと合わせる。丸いケーキ型に流し入れたら、上に放射状にアーモンドを飾り付け、オーブンで焼く。好みのスコッチウイスキーを生地に混ぜて焼くことで、生地に香りをつけることができる。アルコール分は揮発する。ウイスキーの代わりに紅茶を用いることもできる。保存性を高めるため、水分が完全になくなるよう低温で長時間焼く。焼き終わった後も、余分な水分が蒸発するよう、焼いて、すぐには食べず数日は寝かせておく。長期保存の際には、ウイスキーを少量かけながら熟成させるフィードと呼ばれる操作を数日に1回行う。好みのウイスキーを与えることで、そのウイスキーの香りがさらに生地に移る。ありがとうございます。